に腕お菓子したか聞くけこんなにもさしすせソフトクリームゴーゾロップで B カップなんですか？ B カップです。A から B です。でも最近ちょっと落ちたから多分 A になっちゃったかな。A になっちゃったかなって、それなんだ。その悩み誰でも誰にも伝わらない。別に悩んではいないけどね。いやいやいや、確かに思うんですよ。はい、こう最近あのしもさんと、はい、一緒に現場であのイベントをね、はい、で最初なんかあの衣装とか着替えるときに、はい、インナーを最初着てくださいって。そうですね、あ、ね、でしもさんパーって言って、しもさん細いのに目があるからちょっとなんかあのエロい何突然何を言いとるんだね。いやこれ信長にも言ったんですけどどんだけ広げてるんですか。そう、ね、後輩の暴露がありましたけども、ね、いやでも確かにちょっと見ちゃいますよね。あの下野さんが着替えてる姿ってちょっとちらって凝視しちゃう感じがちょっとわかるんですよ僕も。お前ら何言ってんの。ちょっと落ち着いて、落ち着いて大丈夫。え、下野さんは足舐めますか。足舐めません。舐めないか。下野さん足は別にコークスじゃないです。うん、すげえ胸だけど。そうそう、これです、これです、ね、このブツがでかいんです、うん、いや下野さんは確かにお尻派でございますよ。あ、そうなんですか、うん、下野さんはお尻派です。あ、あのずいぶん前からねお尻派なんですけれども。下野さんの胸は鍵挟めますか。最近挟めないかな。最近挟めないかな。最近、じゃあいつ頃挟めたんですか。そこそんなに広げるあれじゃないから。え、 B のまま。え、 B? いや最近分かってないから。でも最近多分 A じゃないかな。ええ、いや筋トレしてちょっとね頑張ってるんですよ。ダイエットしてるんですよ今。あ、え、あ、うん、え、なんで B、 え、下野さんが B っていうのはみんな知ってるんですか。え、うんうんって。おう、ね、すごい。そうなんですよ、そんなに胸だけピカピカ。めっちゃめっちゃ見られてる。ね、すごい。そ